皆さん、コンルツです。今回はね、珍しく動画投稿です。不審者情報っていうね、ホラーゲーム。マルチエンディングらしくってエンディングが2つあるらしいです。いつもの帰り道に不審者情報が出て、不審者がいるかもしれないくらい夜道をね、歩くっていうホラーゲームです。早速、やっていきましょう。なんかなかなか雰囲気がね、良さそうな感じの。10月14日金曜日。深夜12時38分、なかなかに遅い時間帯。今日もすっかり遅くなっちゃったな。あ、進むと文字が進む。この辺りは夜になると人通りも少なくてちょっと怖いんだよね。早く家に帰ろう。なかなかに怖い。いつもこんな街灯もないんだけど。あるわ。調べるが左クリック。オッケー。グラフィック結構綺麗だよね。なんか光ってる。最近、変質者が出没しています。怪しい人を見かけたらすぐに警察に連絡を。北区自治会。映町警察署？なんて読むんだろうね、あの町の名前。自販機。ああ、ゴミ箱溢れてますね。ゴミが溢れてたり、景観が汚かったりすると、あ、なんか誰かいた？あ、いるね。うっすらと浮かび上がるおじいちゃん？お坊さん？汚かったりするとね、その地域が、あ、工事で通れなくなってる。いつもこっちの道なのかな？遠回りになるけど向こうの道路に渡らないとね。赤信号だから。待って、あ、これね。これ押して、全く車が通る気配ないけど、ちゃんと青信号になるまでルッツは待ちます。あー、いい子。あー、お坊さんだった。お主、その手何？よからぬものをまとっているようじゃな。くれぐれもお気をつけくだされ。あ、それでは、このお坊さんはまあ悪い。めちゃめちゃ怪しいんだけど、いい人なのかな？え、急に何？夜中の深夜、12時半に、よからぬものって？ 12 時半にさ、お坊さん通ってあんなこと言われたら、帰り道めちゃめちゃ怖いよね、これ。公園だ。車？近所迷惑なの。深夜12時半だぞ、今。これ、公園の中には入れないね。なかなかに遊具詰め込みましたみたいな、珍しい形状の公園だね。これちょっと暗いかな？残念ながら明るさ設定は、なさそうな雰囲気だった。で、これダッシュの概念もないホラーゲームだから。ってことは、怪物から追われて逃げたりする必要はなさそうだな。絶対あの人不審者でしょ。え、今の人何？この距離感で。こっち見てたよね。今も見てるよ。今も見てる。ちょっと気持ち悪いから早く帰ろう。ちょっと後頭部がこれから残念なことになっていく不審者さんだ。哀れだ。目をそらして、かわいそうにって思いながら、キロに。あ、なんか来てる？たたたたたたた。後頭部が、あの、ハゲのおじさんのかな？不審者の上にハゲだなんて、救いようが、あ、この人被害者なんじゃない？あ、レイコさんだ。え、知り合い？今日も残業だったのかな？怖いから一緒に帰ってもらおう。これは心強いね。知り合いと一緒に帰れる。レイコさん？美しい。え、これルツの後ろになんかいるパターンじゃない？え、レイコさん？どうしたんだろう。後ろを見て驚いたみたいだけど、主人公ストーカー説とかないよね。まだ走ってきてないよ。瞬間移動してきた。その腹巻きどうしたの？倒れた？これ、倒したのかと思った一瞬。さっきのおじさんだ。この主人公なかなかにメンタル強くない？なんでずっとつけ回してくるの？レイプさんのことを追いかけてる人あるよね。もう嫌！早く家に帰りたい！お家までまだ結構あるのかな？バンと待ってるよ。レイプさんこれ、連れ去られてるパターンある？明らかに怪しいワゴン車。ワゴン車っていうの？車は誰も乗ってないみたい。全部黒塗りなのは怪しすぎる。何だったんだろう、変なおじさん。寒くないのかな、あの格好。青いベンチ。ここは浜北。浜北っていう。んあれ車の、自転車なんかの鍵。これ自転車の鍵じゃない？玲子さんちの鍵だ。あ、こんなちっちゃいの？さっき慌ててたから落としちゃったのかも。家は確か対向車線に渡ってまっすぐ進んだところにあったよね。玲子さんの家の鍵を拾った。これ大丈夫？主人公がストーカーだった説とか、ないよね。心配になってきたよ。最近やるホラーゲーム、主人公が意外とやべえやつだったみたいなね。ノベルゲームをやったりしたから。渡らずにこっちから行ったらどうなるんだろう。あ、玲子さんに鍵を届けなきゃ。バシンゴ渡っちゃおうかな。あ、渡れな。危ない。プップー。あれさっきの黒ワゴン車だよね。ムツが早めに車線に出たのが悪かったのか、あの車がやばい運転だったのか、どっちなんだろう。あれ、いこさん一軒家に住んでるの？実家かな？なかなかに大きなお家。レイコさん？人の顔見てその反応ってどうなの？レイコさん？そんな気絶するほどショックなもの見た？後ろなんもいないけど、レイコさん？気を失っているようだ。大の字。見つけた。変なおじさんだ。逃げなきゃ！てか、レイコさん守らなきゃ、これは。おじさんとバトルするしかない。走る！アパートまで逃げる！レイコさん！なんか化け物かのような叫び声も上げながらおじさんが。あれ走れなくなっちゃった。なんで足。なんで足、なんであんなにゆっくりになっちゃったんだ？これ、バッドエンドの方なのかな？なんで急に遅くなっちゃったんだろう。バグじゃないよね。目が覚めると、私は病院のベッドの上にいた。看護師さんの話によると、町内会の方が見回り中に私を見つけ、助けてくれたそうだ。私をつけ回してきたあの男も取り押さえられ、警察に引き渡されたとのこと。ほっと胸をなで下ろした。あの時もし周りに誰もいなかったら、そんな考えが心をかすめた。しかし、今は安心して日常を取り戻せそうだ。不審者情報の看板もおそらくすぐに取り外されることになるだろう。見回り中の人に助けられた。今回はね、この文章を読ませてくれるタイプのホラーゲームで安心した。エンディング A、犯人逮捕。これ逃げられた？判定なの？どっちなのかな？でもこれノーマルエンドなのかな？ででーん。というわけで、エンディング B2 種類あるって情報だったので、もう一つのエンディングをね。なにこれ？クリア特典無限ダッシュ技能を有効化しますか？これじゃない？さっき絶対スタミナ切れで遅くなったよね、ルツの足。無限ダッシュ技能、もうこの時点から走れてしまう。あ、ここから外に出たりはできないんだね。人通りも少なくてちょっと怖いんだよね。変質者？これで逃げ切れるんじゃない？よからぬものをまとっているようじゃん。目閉じてんのによく見えるよね。お坊さんのストーカーしてみよっか、せっかくだし。どうせこ、え、急に何一瞬、お坊さんのセリフかと思った。よからぬものって一体何なんですか？よからぬものって何なんですか？教えてください。教えてくださいよ、お坊さん。忍者の手しながら歩いていってる。どこまで行くのかな？スタート地点の後ろ行ってないし。こっちは帰り道じゃないよね。あー、これで封じられちゃうんだ。お坊さん行っちゃうと。なるほどね。というわけで、お坊さん最後まで追いかけられなかったから、編集してワープしました。いや、動画だとね、この、ああ、そっか。君、そこにいるんだったね。忘れてたよ。動画編集だと、引き返した移動の部分とかをね、切り抜けるから、いいよね。スムーズに見れる。レイコさん。相変わらず、ルツの顔見て、ビビる。レイコさん。待ってよ、そんなに決め上げなくてもいいじゃん。これ主人公の表情一体どうなってんだろう。あ、これなんか落ちてる？え、なんか光ってる？花が置いてある？交通事故でもあったのかな？レイコさんの家に入るっていうルートはないのかな？あの倒れてるレイコさんそのまま、今絶対ちょっと当たってたよね。車。倒れたレイコさん放っておくのがね、ちょっと心配だけど。キャー！また人の顔見て倒れて。レイコさんち入る？あ、入れないや。気を失っているようだ。アパートまで逃げる！走る！え、なんか、落としたよね。カランって言ってない？自分家の家の鍵、落としたんじゃないの？鍵がない。あ、やっぱり落としちゃったんだ。言わんこっちゃない。変なおじさん登場。これは同じエンディングなのかな？鍵やっぱ落としてたじゃん。あー、で、これエンディングは一緒だね。鍵落とすんだ。これで、ちょっと周回要素があるんだね。レイコさーん！というわけで、こっからまた、今度は家の鍵を拾ってからアパートに逃げ込めばいいんだよね。行くぞ、無限ダッシュ編。鍵落とすポイント。はい、あ、ここで、拾う！オッケー、拾った！これでエンディング分岐しそうじゃない？今度はアパートの鍵。間違いなく拾ったからね。アパートボロ、主人公の家。洗濯機、外に置いてあったよ。あー、お家だ。一体何だったの？思い出した？あの人、町内会の会長さんだ。さっき見回りしてたっていうのは、町内会の、あのおじさんが会長なのだ。会長さんが不審者だったなんて。え、マジで見回りしてたとかじゃなくて？とりあえず部屋で一旦落ち着こう。ああ、だから町内会の人が犯人いたよとか言ってたけど、あれは自作自演だった的な？カップ麺置きすぎじゃない食べたゴミくらい、片付けようよ。あとコンロ独特な曲がり方してるね。貼り付けるの失敗しましたぐらいの。こっち？汚い主人公の部屋。え、日記帳8月27日。ついに待ち望んでいた日がやってきた。憧れのスクール水着の名士が手掛けた一品をついに手に入れることができた。まさか、主人公？ちょっと待って。主人公？その美しさは、まるでフランス映画のワンシーンのようだった。丁寧に包まれたそのパッケージを開けた瞬間、私の心臓が激しく鼓動するのを感じた。その生地の感覚は私を未知の世界と連れて行ってくれるようだった。あと、主人公変態説 !9 月14日、私は手に入れたスクール水着の質感に心を奪われている。これは私だけの特権ではないはずだ。私以外の人にもこの素晴らしい質感を体験してもらいたいと思う。やばい。これ家だよね。おじさん家じゃないよね、これ。でも、どうしたら他の人に、この素晴らしさを見伝えられるだろうか。SNS を利用して写真やレビューを共有することはできるが、それだけでは伝わらない気がする。もっと直接的に、この水着を持つ独特の魅力を伝える方法はないのだろうか。あと4ページも、3ページもある、これ。10月、ついに決断した。私がこのスクール水着を着用して、街を闊歩することで。多くの人がその素晴らしさに気づいてくれるはずだ。そりゃ、レイコさん悲鳴あげるわ。それはそう。この特別な体験を共有するために、積極的な行動を起こすことが必要だと確信した。人々が私の着用するこの水着を見て、その美しさと質感に歓喜することは間違いないだろう。この思いはもう止められない。ってことは、あのお坊さんよからぬものをまとっていますねって、マジでよからぬものだったんだ、あれ。12日。今日は忘れられない人だった。このスクール水着を人々に披露できたからだ。露出魔だ。露出狂だ。仕事が終わってから深夜。私は街を歩き回った。深夜ではあったが、出会った人々は皆驚きと称賛の眼差しで私を見てくれた。街灯の下、私の身にまとった水着はまるで月の雫のように輝いていた。最後。明日からもこの活動を続けようと思う。この行動が人々の希望の灯火となると信じて。なんて読むの？スクーハタ？北郎？62歳じゃん！なにこれ？え？主人公？やっぱそういうことだよね。あの、町内会の会長さんはスクール水着じゃなかったし。あーいつ見ても素敵。この美しさをみんなにも知ってもらわなきゃ。やべえやつだ。明日からも普及活動頑張るぞい。可愛いこぶってんじゃねえよ。不審者目撃情報多発。なんて恐ろしいエンディングなんだ。はぁ。まさかの、結構帰り道怖い雰囲気だね。脅かし要素も割とビビる感じだったのに。主人公が。まさかのギャグ路線だ。もうゲームだとギャグだけどね。現実世界であんなスクール水着の太ったおっさん見た日には。そりゃ怖いよね。はい。というわけで、不審者情報でした。このゲームね、フリーで、無料で遊べるゲームだったので、大変お手頃で、楽しかったです。いや、面白かった。いろんな意味で。今日も見てくれて、ありがとうございました。大つるつでした。初の動画投稿ゲーム実況。大つるつでした。大つるつー。